小林人氏は、日本の稲作特農家。川場ファーム株式会社代表取締役を務める。エンジンエンジン副隊長。1978年7月20日、群馬県利根郡川場村出身。1997年、群馬県立沼田高等学校を卒業。2002年、国学院大学文学部史学科を卒業。2014年9月30日。 農用地等仮受け応募を提出。2015年11月23日、第17回前、食味分析鑑定コンクール、国際大会、認定農業者部門で、特別優秀賞を受賞する。2016年8月2日、地方創生加速化交付金の交付。11月、自撮り飼育販売会社、川場ファームを、設立、12月4日、第18回前、 食味分析鑑定コンクール国際大会国際部門で金賞を受賞する。2017年4月、上州自撮りで親子丼を開発する。2017年7月20日、農用地利用配分計画の認可を受けた。11月26日、第19回米食味分析鑑定コンクール国際大会国際部門でも金賞を受賞している。 12月28日、ギネス世界記録認定、世界最高前2018年原料前に認定された。ふれあい橋エンジン、田んぼアート、Facebook、2017年8月15日閲覧、農用地等仮受け応募者一覧、川場村、2017年8月15日閲覧、地方創生加速化交付金の交付対象事業の決定について、内閣府、 2017年8月17日閲覧。トロカラリ親子丼雪ほたか上州地鶏。うまさ2倍川わ北間ナビ。2017年8月17日閲覧。国際総合部門。米、植民鑑定士協会。2017年8月15日閲覧。群馬、雪ほたか育ちの上州地鶏が、誕生親子丼で提供。朝日新聞。 2017年8月15日閲覧農用利用配分計画の概要について群馬県2017年8月15日閲覧国際総合部門米食味鑑定士協会2017年12月4日閲覧東洋ライス株式会社が主催する世界最高米の原料米に選出されました Facebook 2017年12月27日閲覧ありがとうございます。